全米発明家伝道は、発明家と発明品のために作られた、非営利団体である。人間的、社会的、経済的進歩を可能にする偉大な技術的進歩を担う人々を称えることを最初の目的とし、1973年設立した。表彰の他に、バージニア州アレクサンドリアの美術館、オハイオ州、アクロンの中学校を運営し、米国全土の教育プログラム、 大学コンテスト特別プロジェクトへの支援を行い学生の創造性を奨励している。毎年2月入選者は国家選考委員会とブルーリボンパネルによって選ばれる。資格を得るには人類の福祉を改善し科学技術の進歩を促進する米国の特許を持っていなければならない。1973年特許法協会全国評議会会長の議長である。 h ヒュームマスズの主導によって設立された。翌年には、ワシントン D.C. の米国特許商標庁を主要スポンサーに迎えた。当初は、ワシントン D.C. の米国特許商標庁内に事務所があったが、いろいろあって、現在の場所に落ち着いた。米国で特許を取得していれば選考されることから、日本人も選ばれている。ありがとうございます。